さあ解説していきましょう。2018年の琉球大の問題ですね。見ていきましょう。関数 FX イコール X 絶対値 X マイナス3、こういうグラフで定義域が0から4だと、これにおけるまず Y イコール FX のグラフですね、書いてくださいと。どういうふうに考えればいいのかというと、結局は俺たちは絶対値の処理がめんどくさいだけなので、絶対値の中身で場合分けすればいいだけなんですよ。ということで X が結局は3以上になったならば、こいつって普通に外していいわけですよね。Okay、で当然まあ今4以下で考えるわけですから、 X が3以上4以下の時っていうのは FX はどうなるのかっていうと、普通に外ればいいと。普通に絶対値を外して X(X-3)って考えればいいわけですね。で X の範囲が3未満で、一応まあ0からだから0以上3未満の時にはどうなるのかっていうと、中身がマイナスなんだからマイナスつけて外せばいいので、マイナス X(X-3)とこうなるわけですよね。そうするとそれぞれのグラフ、定義域一旦関係なしにして Y イコール FX のグラフをそれぞれ書いてあげると、点点点で書きますね、点点点で書いてあげると、こいつ0と3で交点を持って、0と3で交点を持って、下に凸の二次関数ですから、まあ、こういうふうな二次関数になるよねと。で一方こっちはどうなるのかっていうと、同じように0と3で交点を持つんだけど、マイナスが頭についてますから上に凸の放物線になるはずなので、こういうふうな二次関数になるはずですよねと。で範囲見ていくといくよ、3以上4以下の時、3以上の時にはこっち使えと、下に凸の放物線を使えって言った時は、3以上ではこっちを使うわけです。3以上では、3以上4以下の時にはここの部分を使えって言ってるわけです。0以上3未満の範囲ではこっち、上に凸のグラフを使え、だから0以上3未満の時には上に凸のこっち側の二次関数を使いなさいなので、はい、答えこうなるわけですね。一応ここの座標ぐらい書いておきましょうか。読んで、頂点も書いておきます。2分の3を代入するだけですから、2分の3代入したらどうなるの、2分の3を代入したら2分の 3×2 分の3だから4分の9ですか、4分の9ってなるんですね。まあこの程度書いておけば十分かなと思いますけどね。はい、答えこんな感じになります。一応定義域が0以上4以下ってなってますので、それ以外のところはね、書いても点点点で書くようにしといてくださいね。ちゃんとある部分だけ、存在している部分だけ実践で書いてあげると、まあこんな感じになるのかなと思います。次、括弧の2番いきましょう。括弧の2番、 F'2 を求めてくださいねって言ってるんですが、結局は X イコール2のタイミングってなった時に、これはこっちのグラフですよね、下にと、あ、上に凸の方の放物線のグラフを考えればいいので、この点における接線の傾きを考えろって言ってるわけですよ。はい、だから X が0以上2未満の時、あ、3未満の時、 FX はマイナス X かっこ X マイナス3だと、すなわちマイナス X の2乗プラス 3X だと。はい、ですからF'X はどうなるのかっていうと、マイナス 2X プラス3っていうふうになりますので、あとはこれに2を代入すればいいわけですね。こっちです。ということで F'2 はどうなるのかっていうと、マイナス 2×2 足す3でマイナス1と、こうなるわけですね。そんなに難しくはないかなと思います。で最後です、括弧の3番いきましょう。左側戻りますね。はい、定積分0から4の FXDX の値を求めなさいと。こっち行きます。定積分0から4の FXDX、 0から4までの X 絶対値 X-3 の DX を考えなさいって言ってるんだけど、これって結局どういうことになってるのかっていうと、こっち行きますよ。これ今 Y イコール FX のグラフっていうのを書いてるわけだけど、定積分の式から分かることは、求めろって言われているのは結局このクジラの面積ですね。このクジラ型、僕これクジラっていうんだけど、なんかほらちょっと尻尾が長いけどさ、クジラがこう海面からポって出てる感じしない？すっげえどうでもいいんだけど、なんかこんな感じ。
でもないです。ごめんなさい。はい、こうクジラみたいな形になってますよね。ということで、ここの部分の面積求めればいいんだけれども、まあ、求め方はいくつかあります。普通に計算する方法もあるし、6分の公式ですね、を使ってパッパッパってやっていく方法もあります。どちらでやってもらっても構わないかなと思いますが、普通に積分する方法であるならば、皆さん勝手にできると思いますので、一応6分の公式を使ってやっていこうかなと思います。右側いきますよ。一応、式を書いておくとどうなるのかっていうと、インテグラル0から3までの時には上に凸の放物線ですから、マイナス x カッコ x マイナス3、中括弧閉じの dx、足す、3から4までの時には失礼よいしょ、下に凸の放物線ですからこっちを使えばいいわけですよねと。でここの部分、最初の部分はどうなってるのかというと、6分の公式使えるでしょうと。もう一回ごめんなさい、何度もごめんなさいね。ここの部分、ね、クジラの頭の部分ですね、胴体の部分、ここの部分の面積どうやって求めればいいのかっていうと、6分の、絶対値 x の2乗の係数だから1、かける横幅3ですよね、これの3乗でよかったわけですよね。今俺の迫田が言ってることがよくわからないっていう人は、取説の数2の積分のところで、有名な6分の公式とかを全部まとめたところがありますので、そこ見てみてくださいね。だからこれ6分の公式で処理できると。でこっち側は普通に積分の計算をしてもいいんですけれども、僕はこうやっちゃいます。こうしてこの直角三角形から、この直角三角形から放物線と直線で囲まれたこの部分の面積を引くって考えてしまうと。でこの部分っていうのがまさに6分の公式使えますからね、っていう風な感じで解いてしまうとあっさり計算ができます。こっちいきますよ。ということで6分の公式使うと、6分の絶対値1かける横幅の3乗、足すことの括弧、まず直角三角形の面積が2分の1倍の1かける4で、引くことの6分の公式ですから、6分の絶対値1かける1の3乗と、これで出てきてしまうわけですね。はい、だから計算が結構簡単になるんじゃないのかなと思います。2分の9足す2引く6分の1、ですからどうなるのかしら、6分ので通分すると27、12だから39、38、6分の38だから3分の19ですか。はい、っていうふうになるわけですね。まあ、なので最後の計算自体は全然難しくないし、問題としてはかなり基本的な問題だと思いますので、やっぱりね、こういう問題で1点でも落とすことなくね、きっちりと点数は取ってほしいかなと思います。以上、6分の公式の復習でございました。